ハローーーどうも、まさるです。今回は現在開催中の Amazon の新生活セールにてとてもスペックの高いハイスペックモデルのスマートフォンがセール価格になっていますのでご紹介したいと思います。では早速ご紹介していきます。毎回この種のセールでは 古い型番のスマートフォンがセールになったり、あるいはスペックの低いスマートフォンが少しだけ悪い価格で販売されたりしていることは多いんですが、今回はかなりハイスペックなモデル、それから最新モデルに至るまでセール価格になっています。例えば、まず一つ目にご紹介するモデルはこちら。ブラックシャーク4というゲーミングスマホになります。こちらは最新モデルで 5G の通信にも対応したモデルとなっています。 通常価格につきましては約6万円の商品ですが、今回のセール期間中であれば5万3千円で購入することは可能です。スペック的なところはどうかと言いますと、こちら、画像の方を見ていただくとわかる通り、CPU がスナップ g o n 870、RAM は8ギア、ROM は128ギアとなります。 もちろん、最上位モデルになりますと、スタンプフォーが888を搭載した Android スマホというのもありますが、この製品はセール価格でも5万円で購入できる、比較的手頃なモデルというところもありますので、CPU は少し片番を落とした870となっています。製品のラインナップ的には、ゲーミングスの方にカテゴリーされる製品ですので、ディスプレイの品質もとても高く、リフレッシュレート、 画面を更新する速度も 144Hz。一般的なゲーミングスマホは 120Hz となっていますが、それよりもさらに高速なディスプレイを搭載しています。特に速いのがタッチのサンプリングレートの方で、こちらは 720Hz となっています。こちらにつきましては、一般的なゲーミングスマホは 240Hz というのが多いんですが、 このモデルはその3倍の速度でタッチの反応を受け付けますので、とにかく動きの速いゲーム。アクションゲームなどではこういったディスプレイの性能がとても役に立つかと思います。評価につきましてもかなり評価の高いモデルとなっていて、星5つが満点の評価のうち61%の方が星5つ、19%の方が星4つということで、 実は合計8割以上の方が高評価をつけているという人気種になります。このモデルが今回は5万円で購入できるということで、まず一つ目にご紹介するモデルではありますが、今回ご紹介するモデルの中でも特にお買い得なモデルと言えます。続いてご紹介するモデルもゲーミングスマホとなります。こちらは REDMAGIC 6というゲーミングスマホで、 国内モデルとして昨年登場した最新機種になります。こちらもとにかくゲーミングスマホということでスペックが高く、ゲームはもちろんのこと、スマホで動画編集などをしたいという方にとっても最適なモデルといいます。こちらはさらにスペックが高いモデルとなっていて、CPU が q u a l c o m のスナッパーゴ888となります。 なお、レッドマチック6につきましては、上位機種の6プロというのもありますが、空き音性能はほぼ同じとなっていますので、どちらかと言いますと、カーコに安いこちらのモデルの方がおすすめです。CPU 以外のスペックとしましては、ラムが12ギア、ROM128 ギアとなっています。価格につきましては、通常が72000円のところ、今回のセール期間中であれば、66000円で購入することができます。 こちらもやはりスペックが高いのでゲーム、それから先ほどご紹介した動画編集、そういった重たい作業もサクサクこなせるモデルが欲しいという方にとっては最適なモデルと言えます。あとは当然ながらゲーミングスマホですのでディスプレイ、UQL、そして高速なディスプレイとなっていますのでゲームのパフォーマンスというのも十分発揮できるモデルとなっています。 続いてご紹介するモデルは、シャオミが販売しています、ミドルレンジモデルのスマートン。シャオミ、Redmi Note 11というモデルになります。こちらもまあまあ新しいモデルとなっていて、とても人気の高いモデルになります。価格につきましては、通常が2万5 0円のところ、今回のセール期間中であれば、2万2 0円で購入することは可能です。スペックにつきましても、 チャームのスマートフォンということで、低価格な割にはスペックが高いモデルとなります。こちら、画像の方が少し小さくて見にくいかもしれませんが、スペックにつきましては、まず CPU が Qualcom のスナップアゴ n 680。ディスペイはフル HD の有機 EU ディスペイで 90Hz 駆動のディスペイになります。バッテリーは 5000mAh と大容量で、しかも 33W の急速充電に対応となります。 もちろん、ワイルス充電はしたいようですが、こういった手がなモデルは、有線でもせいぜい 15W 程度の充電速度しか出ないというものもある中、このモデルは 33W と、ハイエンド機種並みの高速な充電を行うことができます。あと、カメラにつきましても、メインカメラは5000万画素のカメラとなっていて、カメラ性能も高いモデルになります。 メモリー周りで言いますと、ラムが 4GB、ROM が 64GB となります。今回ご紹介するモデルはとにかく価格安く、価格の安さを重視して選ばれたいという方にとっては、このモデルが一番おすすめのモデルとなります。カラーラインナップとしましては、こちらのグラデーションカラーのほか、グラファイトグレーというブラックに近いカラー、それからこちらのトワイライトブルーという青いカラー、 こういったモデルもセール価格となって販売中です。そして続いてご紹介するモデルもシャ a ミ g i のスマートフォンで、こちらはつい先日発売がスタートしたばかりのモデル。シャ a ミ g h a i 11T というモデルになります。シャ a ミ g i の最新のミドルレンジモデル。ミドルレンジというよりはややハイエンドに近いミドルハイという位置づけのモデルになります。発売直後、 通常価格は5万5千円で販売されていたモデルですが、もうすでに今回のセールで4万9320円と、とても手頃な価格に値下がりしていますので、今購入するのが最適なモデルと言いえます。このモデル、最大の特徴としましては、もちろんコスパが高いというところはありますが、なんといっても1億800万画素のセンサーを搭載していたり、この価格帯のモデルにしては珍しく、 とてもカメラの性能を重視したモデルになっています。その他のスペックとしましては、メモリが8ギガ、ストレージが128ギガとなります。あと、ディスペイにつきましては 120Hz の有機 EL ディスペイとなり、あと、急速充電につきましても 67W と、国内で発売されるスマートの中でもトップクラスの速度の充電速度となっています。 バッテリー容量は 5000mAh。そして CPU につきましては、メディアテックの CPU となり、ディメンシティ1200という型版の CPU が採用されています。そこそこのスペックを持ちながら、定価格な CPU ということで、そういったこともあって、1億800万ガストのセンサーを搭載した、ワイドハイスペックなモデルではありますが、今回この価格になっています。 まだ発売されたばかりのモデルですので、これから購入しようと思っていた方いるかと思いますが、今回がちょうどセールになっていますので、このタイミングがお買い得なタイミングで言えます。その他、こちらも同時に発表された最新機種、シャアム 11T Pro というモデルになります。先ほどのモデルと違い、型番の最後にプロが付く上位モデルとなります。こちらはさらに、充電速度が速くなったり、 あるいは CPU がハイスペックな800万のエのスナップアゴンになるというモデルになります。実はこの2つのモデル、x i a ム m i 11T と 11T Pro、どちらがおすすめかと言いますと、今からご紹介しますこちらのモデルの方がおすすめです。なんといってもスペックが高く、価格は今回セール価格で約6万円となりますが、CPU はスナップアゴン88 8 88になります。 充電速度も 120W の超急速充電に対応しているほか、当然ディスプレイも高品質な 120Hz 駆動のディスプレイ。カメラも1億800万画素のカメラ。メモリ8ギア、ストレージ1 2 8ギアというとてもスペックの高い構成となっています。もちろん今年登場するスマートフォンは次のスナップアゴン。 スナップアゴン8 Gen1 を搭載したモデルというのがもう各社から発表され始めていますので CP の処理性能最新機種と比べてしまいますと少し見劣りしてしまうところはあるかと思いますが何といっても今回のタイミングであれば62000万2千円で購入できるというのがこの製品の魅力でもありますゲーミングスマホとして使うことはもちろんできることさらにゲーミングスマホの場合 カメラ性能が少し犠牲になってしまっているところありますが、この製品はカメラも犠牲にすることなく、ちゃんとカメラ部分もしっかりとした設計がされたモデルになっていますので、ゲーム用だけではなく、普段使いのスマートフォンとしても使いたいという方、特にカメラ性能も重視したいという方にとってもお勧めできるモデルとなっています。こちらもやはり、このスペックでこの価格ということで、ね、 とても評価の高いモデルとなっていてほぼ星5つ星4つ高評価の方の合計が90%以上というとても人気の高いモデルになっています SIM フリースマホで人気なのは低価格なモデルとなっていますがある程度の価格このぐらいの価格帯のモデルの中では現在国内で販売されているモデルでも一番人気のモデルということで 予算がある方はこのモデルおすすめかと思います。あということでいかがだったでしょうか今回は火曜日まで期間限定で開催されています今年春のビッグセール Amazon 新生活セールでセールガークで販売されていたスマートフォンをご紹介しましたあ。もう一度最初からざっくりとご紹介しますとブラックシャーク4ゲーミングスマホがセール期間中5万3000円 同じくゲーミングスマホのレッドマジック6はセール機関中6万6千円。シャ a m i の RedMi Note 11は2万2千円。Shami ーー 11T は4万9千円。Shami 11T Pro は6万2千円となっています。どのモデルが一番いいかというのはそれぞれ使用環境によって変わってきますが、やはり評価の高いモデルを選べるといいのではないかと思います。 最後にご紹介したこのシャウミの 11T Pro だったり、あと、さすがに6万円するのは高すぎるという方の場合は、もう少し価格の安い、レッドミノとイレ11。こちらであれば2万円で購入することができますので、デカくなモデルがいいという方は、こういったモデルから選ばれるといいかと思います。なお、Amazon の精度はまだまだ続いていますので、もっとお得な商品などは、またこの後の動画でご紹介していきたいと思います。 そして今回ご紹介しましたスマートンのセールページは動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますのでもし興味のある商品ありましたら概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。